おはようございます。ウィリーです。函館駅です。終点始発の函館駅ですから、この建物の向こう側には線路はありますが、こっち側には線路はないわけですよね。まあ当たり前の話ですが。昨日ね、食べた海鮮丼ぶりお店はね、この道下商店ですね。で、泊まった宿がこの前に見える東横インです。さっきスタートしたんですが、取り損ねてたのでもう一周回ってきました。ちょっと入るところがね、全然わからなくて、どうしたもんかと。昨日3周回りましたよ。このね、入り口のところになんか大きなね、車が止まってて全然見えなくて困りました。函館駅前朝市っていうのかな、モーニングマーケット朝市ですね。朝一番に出てきませんでしたまた言ってますが、朝に必ずこうふっとこうダジャレを言ってしまうという悪い癖がありますが駐車場がね、もう車でぎっしりなんですが、おじさんがずっとこう常駐していて、案内やそれから整理をしてくださるので非常に安心してバイクが置けるホテルだなという、そういう印象を持ちました。はい、まあ機会があればまたリピートしてもいいかなというふうに思いました。さてさてさて、それではまず午前中に白老の方行って、ポロトの森ですか、片付けちゃいましょう。あんまり函館の観光をしようという意思がないのではい、まあいいでしょうね。ということで、はい、大沼公園っていうね、まあ大きな池ですね、これ湖ですね、大沼っていう湖ですよ。無料のキャンプ場があるね、大沼公園キャンプ場かな、有名ですね。いろんな人がそこでキャンプしての動画がアップロードされてます。で、5号線走ってます。昨夜がね、ぐっすり眠ったんですが、時間にしたら短かったのでもう少し、ね、寝ていたかったんですけどね。実は今回の北海道の宿をね、十分確保できていなかったんですよ。もう出たとこ勝負で北海道来てますから、まあいろいろあってね、一度予約した宿をキャンセルなんかしたもんだから、なんか今週はどこ の宿泊施設もね、もう7、8件電話しましたが、みんなね、満室です満室ですって断られて、今日はね、まあ、なんとか確保できた、すぐできたんですが、明日の27日水曜日なんかはもうどこもかしこもみんな満室、なんかすげない返事が返ってきました。まあ結局確保できたんですけどね、まあちらこちらいろんなところ、ちょっと初めての宿ばっかりで今回は、まあ今日泊まるところは5年前から、はやぶさに乗って初めて北海道走り回った時、ダムカード集めた時にお世話になった宿なんでね、それは懐かしくていいんですけども、まあどんな感じになってるかなと思いながら、で眠くてね、ちょっとね、なんかぐっすり寝たような寝てないような、やっぱり睡眠が足りてないのか眠いですね、頭がぼんやりしてるので、白老のポロトの森っていうところでミッションを果たしたら、ちょっとね涼しいところを探して、折りたたみの椅子を持ってきたのでね、どっかここも景色いいですね、景色のいいところの日陰でチェアリングっていうんですか、椅子をこう広げてゆっくり座ってぼーっと、あるいは居眠りなんかして休憩しようと考えています。そんな風に今日はダラダラと過ごそうと、まあ、今日からが本当の北海道のねツーリングの本編ですから、まあ、いかに私が北海道でこうだらけているかという
ダラダラしてるかというお恥ずかしい部分もあるんですが、あんまり本気で恥ずかしいところはね録画しないですけどね、あるいは編集で落としますけどね。そんなとこですね。ぐるーっとこう行くんですけど、向こうに室蘭があるんですけどね、地球岬が橋を架けてくれた。何を言ってるんでしょう。そんなわけないでしょ、橋が架かるわけないじゃないですか。お叱りの声がありますねきっとね。さて10分15分ほど、どれぐらい経ったかな、20分は経ってないと思うんですが、目をつぶって、仮眠というのか居眠りというのか、まあどっちも同じですがしてましたから、なんかすっきりしました。今回ね、高速道路をね使うことが多いんです。北海道で高速道路ってもったいないんですけどね、本当は下道十分速いんでね、北海道のペースで、まあ、でもね今回はねちょっといろいろ日程的にタイトなので、距離と時間とね計りにかけるとやっぱり高速道路使おうかなというふう判断にしました。まあ、こんな年もあるだろうと、また来年ゆっくりと滞在型のね、旅行っていうのがねどうもね落ち着きのない男なのでね、そわ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 する性格なのでできないんですよ。マグロのようにずっと泳ぎ続けているというか、走り続けているという、そんな風に時間をうまく使えない悲しい性分です。はい。ポロトの森っていうところに着きました。ここキャンプ場なんですけども、ちょっと U ターンさせていただいて、おお、なんかやってますね。中学生かな、団体さんでみんなでバーベキューでしたね。白海のインターから入りました。夕張のインターに向かって今走ってるところなんですよ。もうあと夕張まで15キロ20キロ足らずなんですが、ちょっとねまだ早く来てる、早く予定がね、まあチェックインの時間4時ぐらいとしてもね、もうまだ2時半になってないですからね、まあ早く着いたら、ね、入れてもらえないは、まあね、待ちぼけみたいで嫌なので、まあいい時間に着くようにユニパーキングエリアで一休み、ちょっと一休みしましょう。影がない、全然影がないじゃないですか。ああ、バイク置き場が影ですね。インターがもうすぐです。この対面通行の高速道路っていうのは眠いから、もう
本当に眠気との勝負でね、もう危ないと思ったらね、早々にパーキングエリアでね、組み立てて、あ、ベンチじゃないや、チェアをね、もうね、じいさんなんで午後が眠いんですよ、午後は。午前中は強いですよ、午前中バリバリ行きますからね朝早く起きるからね、この時間眠いんですよ。4時半5時ぐらいからゴソ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 起きてますからね夕張あと2キロね、僕の動画をね見てくださってる方のお話を聞くと、いつも楽しそうですねなんて言ってくれるんですよ。で、楽しいです、確かにね、楽しいんですよ。それともう一つはね、どうしてあのケラケラ笑ってるのかっていうとね、要するに今自分がこう喋ってることがどんな風に伝わってるのかなとかね、どんな風に見てもらってるのかななんて思うとね、嬉しさ半分、照れくささ半分あって、ついえへらえへらとこう、はい、笑っちゃうんですよ。照れくさいっていうのもあるし、まあはにかんでるのもあるし、はい、まあ嬉しいんですけどね、皆さん見てくださるんで、その見てくださることが喜びでこれやってるんですよ。もう編集大変でしょって皆さん言うんですよ、顔見てね。まあ15分のならまあ2時間、作業してる時間は2時間もないですよ。切ったり貼ったりしてる時間は短いんですよ。待ってる時間がどうしてもあるんですよね、ファイルの変換とかね、いろいろこうやるのでね、それで時間がかかると。で、まあ、その2時間というとね、みんな、そんなにですかって言うんですよね。まあその2時間の間におトイレも行きますし、お茶入れに行ったりもしますし、ぼーっとね、他のこと考えたり、あるいはサムネイルの構想を練ってみたり、まあ、いろいろするんですよ。まあ、そんなんですからね、動画作りって皆さんも一度ね、僕みたいに喋ることしかできないやつなんかはね、喋ったらいいだろうし、喋るの苦手な方はね、綺麗な、いいね、絵心のある方なんか、いい動画されてますよ、本当に。夕張久しぶりです。こんなだったな、思い出してきたぞ。何線かな、石勝線、石狩平野と十勝平野をつなぐ石勝線。確か右、ありましたね、夕張フォレストファーム看板が出てますよ。鉄道がね通ってるんですけど、レールが真っ赤っかでね、走ってる感じしないですけどね。ここかな、ここでもない。久しぶりです、夕張フォレスト。あー、いい感じ。今のとこね、砂でしたよあー、あれです、あれです。うん、これを見、左には、お花畑、迎えてくれます。